司法書士の重森です。大阪市内出張無料で天王寺で司法書士をやっております。相続が発生して死亡届を出してご葬儀をして、で相続人か誰か決まった。じゃあ次何をするべきでしょうか。次はその亡くなった、例えば父親がどれだけの財産を持っていたかっていうことを探すというか、どれだけの財産があったかを確定させるということが必要になります。まあ例えば実家の不動産を持ってたとか、現金、預貯金ですね、あったとか、まあ株式とか投資信託をしていたとか、まあゴルフ商品券、まあ、ゴルフ会員券があったとか、まあこういうものがまあ全部相続財産ということになります。で、現金とかは相続財産になるんですけど、で金銭債権といって、例えば誰かにお金を貸してたとかっていうものも相続財産にはなるんですけれども、それはもう金銭債権、誰かにお金を貸してた、じゃあ1000万貸してて相続人が2人だったっていうことは、それはもう分割債権といって500万ずつに分けて相続したもんだということになるので、これから何かを決めていく財産にはなりません。また生命保険とか、まあ、入ってる人多いと思うんですけど、あとは仕事をされてる中でお亡くなりになった場合とかだと死亡退職金とかが出たりします。でこの生命保険とか死亡退職金はその相続財産にはなりません。例えば生命保険だったら受取人が例えば奥さんとか長男とかも決めてると思うので、その人の固有の財産ということになって遺産分割の対象にもなりませんし、相続財産の範囲にも含まれません。ただしその生命保険とか死亡退職金はその相続税の申告、税金としては課税する中に含めますよということになってますので、まあ、注意が必要ということになります。であとはお墓とかお仏壇とかもその相続財産ではありません。で例えば遺言書を作成していて、そういうお墓お仏壇は例えば長男に受け継いでほしいとか書いてあればその人が受け継ぐということになります。ですので、まあ、相続財産大体こう、まあ、聞いてたら分かると思うんですけど、でさっき言い忘れたというか財産としては、例えば金の延べ棒とか、まあ、ダイヤのネックレスとか、まあ、そういうものも、まあ、財産になりますし、で今で言うとそのネット銀行とかネット証券とか、あとは仮想通貨とか、まあ、いろいろネット上だけで動かしているものも財産になります。ですので、まあ、そういうなんていうかな、パスワードとかID とかがないとわからなかったりとかするので、まあ事前に相続人には伝えておかないと、まあ探し当てれないものは持ってないものと一緒になっちゃうので、まあ注意が必要ということになります。まあ以上、司法書士の重森でした。